ライオンとネズミ。Let's start. ある日、ライオンが縄で寝ていると、ゴツン、ネズミがぶつかってきました。おーん、昼寝の邪魔をしたのは誰だ？ライオンはネズミを捕まえて食べようとしまった。ネズミはブルブル震えて、お願いです、助けてください。なんだ小さなネズミじゃないか。食べても腹一本にはならんな。ライオンはネズミをしたやりました。ネズミはとても喜んでいました。ありがとうございます。このお礼は必ずします。すると、ライオンは、わっはっは、お前のような小さいネズミに何ができるものか、と笑いました。次の日、ライオンが森を丸いていると、あ、一体しまった。人間の仕掛けた罠にかけてしまったのです。ライオンは逃げようとしまったが、罠が硬くて外せません。おーおー、ライオンはついに泣きでしてしまいました。すると、チュー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 。誰が来たでしょう？それはあの時逃がしたネズミでした。ライオンさん、助けてに来ましたよ。ガリ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 、プチン。ネズミは縄を噛み切ってくれました。ネズミくん、どうもありがとう。どういたします。